球のカフェへご来場ありがとうございます。ティップスターのミオンです。この動画ではアルゼンチン共和国杯の予想をお届けいたします。本命に選んだのがオーソリティです。昨年のアルゼンチン共和国杯で優勝したオルフェーブル3区の馬、 G1 戦線では結果を残せておりませんが、G2 レースでは2勝3着1回と馬券圏内を外したことがなく、今回のメンバーであれば巻き返しの可能性に期待が持てそうです。また今の東京競馬場のタフな馬場であれば、この馬にとって得意な馬場になる可能性は高いので、今回は本命に選びました。相手に選んだのがディアマンミノル、サトノソルタス、トーセンカンビーナ、マイネルウィルトス、アドマイアルバ、以上の5頭に長久3連複10点で的中を狙いたいと思います。競馬カフェでは直前予想ブログを土日に公開しております。また無料会員登録でご覧いただける動画も公開しておりますので、ご来場お待ちしております。それでは次回の動画でお会いしましょう。ミオンでした。